台本上にここ海ですって書かれてたら、役者さんは頭の中で海を想像してとか、距離感とかも実際はこの距離なんですけど、台本上は100メートル離れてるとかっていうことがあるんですね。溢れ出る準備というか気持ちの作り方が弱かったか、それとも出し方的に遠慮してしまったか、どっちかしかない。でも俺の予想ではおそらくためが弱いと。もっとね、もっとこう、もっとなんか受け入れる、動揺するとか、いろんな感情を頭の中でこうカッと、もう難しいよ、実際に寝てるのに佃さんなんか難しいけど、もっともっと欲しいのと、ちょっと次はお客さんも今いないけど、お客さんも想像してほしいんだよね。せっかくいい感じの顔がね、ほぼほぼ下を向いちゃってるので、そこをちょっとお客さんもちょっと意識してみようかな。はい。はい。もしもし。うん。え？え、だからお母さんは？お母さん、斉藤涼子、斉藤涼子の病室は？ あ、ちょっと待ってください。早く。あ、301号室です。
そういうところではしょうがないもんだね。もう一個追加したい関係性がある。分かるとどこ追加できるだろう。何考えられるか。待つよ、待つよ今回は、言わないよそんな簡単に。あ、福田さん全然言ってもらって大丈夫ですよ。福田さんも入ってますよ。あの完全に寝ようとしましたね。2、1、ブブー。じゃあ皆さんスクワット10回しながら聞いてください。いきますよ、よーい、はい、1、2、3、お父さんです。4、5、6、7、8、9、10。父親から電話かかってくるよね。その出方だと今だと割と仲いいだけにしか見えない。例えばお父さんとはそんなに会ってなくて、ちょっと反抗期的なで、お母さんと仲良くすることができるんじゃないかっていうことを考えたりする。役者さんとかそういうのの可能性で考えたりするから、例えば電話出た時の表情、あ、では見た時の表情で、その時の顔がどういう顔をするかとか、出方で何っていう時に、例えばお母さんがどうのこうのっていう、お父さんもだからそんな以外に電話なんかしてこないぐらいの設定まで考えてやると、よりね落差が出やすい。お父さんと、お母さんはちょっとまあステージ的な存在することで、お母さんとの仲良さをより立たせることができるかもしれない。できる。ちょっとすみません、松川さん、ちょっと永眠してるかどうかだけチェックしてもらっていいですか。出ます。あー、よかった。もう一瞬永眠してるのかなと思った。はい、ブルーブルー。はい、斉藤涼子。斉藤涼子の病室。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、もう早くして。301号室です。違う。結構詰められたんですけど、はい、もうちょっと攻めてほしいです。もうちょっと攻められたいです。うっせえ。眠れる森の老女。ありがとうございます。今日もまさに、ね、眠った森の老女でしたね。はい、はい、眠れるではないね。さあ、それが何で、一人の人との関係だけじゃなくて、他の人との周りの人との関係性をもっと考えたら、より良いになるかなと思いました。100点100点だよ、バカ野郎。よし、じゃあ今日も感謝してね、見てくださった方に最後までありがとうございましたということで、ありがとうございました、また見てねみたいな感じで、じゃあ締めてください。どうぞ皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バカ野郎。